はい、また始めますよ。まあ、カニカマで天津丼、まあ、グレードの高いやつ、まあ、こんなことになってますよ。どうなんでしょうね。しいたけ薄切り、あいきなり言っちゃったね。でもなんかこっちの部分もったいないね。入れちゃったのがいいなと思うけどね。斜め、ネギは斜めに切る。量的には20から30グラムだって。大丈夫そうですね。そしてね、今度はね、カニカマ、まあ、これ 50g っていうんですけど、1本ね、まあ、7.5g なんですよ。まあ、7g だとして 50g だと7、4、9、まあ7本ですよね。でもまあ 7.5g なんで、まあ6本で 50g あると思いますね。2本残しました。これもね、またほぐすんですよ。でも切らなくてはいいのかな。
ね、これ押せばね出てくると思うんですよね。ツン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 ってね。ね、くるくる回ってますもんね、中で。ね、シュッてひねってね、押してあげるんですよ。クイッてひねるでしょ。お、バッテリーが切れますか。じゃあちょっとこれをやったらバッテリー交換に行きますね。はい、はい、ではね、まあ、続けますね。まあ、これほぐしますね。ほぐすのには、まあ、ちょっと半分に切った方がいいですよね。ほぐします、ほぐします。これもあれかな、手袋して手でほぐした方がいいのかな。ねえ、まあ、200枚のね手袋があるんですよ。まあ、食品衛生法にね、まあ、ね、もう大丈夫になってるよ手袋はね。なかなかうまくほぐれないもんね。こうにすればいいのか。あまりね、一つの工程が長いと皆さん飽きちゃうから、まあね、編集で短くするんですけど、なかなか大変ですよ。はい、こんなに細かくなった。卵2個。これはもう新しいですからね。今日は9日なんだけど、まあ、22日まで。ね、新鮮そうでしょ。うん、もう準備はいいかな。水溶き片栗粉を使うんだ。まあ量的にはどのくらいですか。第2分の1だって。随分使いますね。まあ、くれぐれもね、まあ、お湯は使わないで。一瞬にして固まりますから。よし。まあ、これで絵描きましょうか。もう卵にお酒入れちゃっていいんだね。お酒の量は、まあ、小さじ1杯。お酒の入った卵。こんな新鮮そうな卵。色もいいね。ごま卵なんだって。よし。じゃあね、今度はこっち。
今日は向こう側の番だね。お湯 180cc、 この中にね、薄切りの椎茸、こんな薄切り、もう何度も洗いましたから大丈夫ですよ。砂糖、砂糖の量は小2分の1、中華だし、小2分の1、塩、小さじ2分の1、小さじ2分の1だってそんなに入れないんだ。醤油小さじ1、5分くらいですね。新しい同時進行できますよね。ごま油、カニカマとね、おネギなんです。もう大丈夫そうかな。おネギ、カニカマほぐしたやつ、
はい、そろそろ卵投入しますね。お酒を、まあ、入れた卵。蓋するんですね。とろみをつけますよ。あ、大丈夫そうですね。うん、できました。これ使う？もう使った。これお母さんの？うん。一本残ってる。まあ二本残ってる。食べようと思う。これはお醤油。醤油か、まさか美味しそうなんかできたな。うん、いい匂いだ。お母さんのファンの、朝2つ、朝1つ。まだおかゆだよ。はい、こちらがね、カニカマで天津丼で、はい、それではね、まあ、パンがね、まあ、これ今朝焼いたんだけどね、またね、まあ、今朝終わったままでまた買ってきちゃった。これ意外とね、まあ、美味しいんだけど、たっぷりつけてね、大丈夫かな。ね、つけすぎかもしれませんね。
こんなね、牛乳の2倍のカルシウムだって、プレミル、高タンパク 10g、乳脂肪が 67% カット。こんなんがあるんだね。それではね、いただきます。これね、本当はね、丼物の上にかけるんですけどね。このカチッカチッっていう食器の音って嫌ですよね。まあよく編集作業なんかしてるんだけど、まあちょっとそういった音が入らないように。まあまだ夕食には早いんじゃな、一回も食べてこんな少しかないね。ね、今少し食欲が出てきたから、もう一個後でじゃないけど、美味しそうに見えるじゃない、ご飯にかけると。あ、うん、いいよいいよ、もういい。お前のご飯どうした、食べない、うん、ちょっと待って、写真撮るから。卵丼ができた、卵丼が、これ卵丼だ。あ、いいね。